リサちゃんさ、うん、今日その服さ、勝負服だよね。ちょ、そういう話しちゃう？するな、そこ、ここでする！ダメなの？いいよ、ってかもうバッチ行為だよ、バッチ行為だけどさ。まあね、これは、験担ぎとはまたちょっと違うと思うんだけど、うん、道重さんの、ときめくときめけっていう曲の、うん、ジャケットの衣装になった、お洋服があるんですよ。はい。これを私、大事な日、いつも着てきてるのね。うん。なあ、もう、その、研修、じゃ、モーニング娘。さんのオーディションの時、うん、最終審査は、このやつだったし、この服だったし、あと、いつだっけ、ザ・ガールズ・ライブの、初めての自分がコーディネートする日、うん、もう、すっごい緊張してたの。だから、緊張してたから、と思って、この服で来たし、うん、っていうことで、大事な日、いつもこれ着てる。